なんだ、清じゃねえか。何してんだこんなところで。おお、ヒューガ、お前が来ないかと思っていたところなんだよ。よかったら一緒にクレープを食わないか。クレープ？今友達割引ってのをやっているみたいでさ、なんでもレジで友達ですって言えば半額にしてくれるらしいんだよ。ダオ、なんでお前と友達だってわざわざ人に言わないといけないんだよ。でも言うだけで半額になるんだぞ。いらねえよ別に。そっか、残念だな。すごい美味しそうなのに。あれ、てっぺんにヒューガくんじゃない。おお、リコか。なあリコ、俺と一緒にクレープを食わないか。クレープ？いいわね、ちょうどお腹が空いていたし。おお、そうか、よかった。今友達割引ってのをやっているみたいなんだよ。なるほど、それで誘ってくれたのね。じゃあ私はどれを食べようかな。ヒューガくんは決まったの？俺は居合わせただけで別に食べるつもりはねえよ。そうなの？せっかくの割引なのに。しかもここのクレープってすごく美味しいって知ってる？生地はふわふわで具もたっぷり、クリームは濃厚かつ程よい甘さ。それに見てみなさいよ、このいちごソースの絡まり具合。ああ、説明している私の方が我慢できなくなっちゃうわ。まあ確かにうまそうだよな。そういや、なんか小腹も空いたな。やっぱ俺も食っていくか。おお、そうか、それじゃあ並ぼう。すいません、チョコバナナ一つ。私はイチゴティラミスね。俺はカスタード。ご注文ありがとうございます。あ、友達割引っていうのを使いたいんですけど。はい、お友達3人ですね。あ、こいつは別です。おい、え、さっきそういうのは言いたくないって言っていたじゃないか。だから違うって言っといた方がいいかなって。言ったよ、確かに言ったけどよ。あの、どういたしますか？清、こんな時に天然かましやがって。俺は普通でいいです。よろしいですか？はい、大丈夫です。お前もおかしなやつだな。友達ですって言うだけで半額なのに。うっせえよ、俺は通常の値段でいいんだよ、バカバカ。なんで怒っているんだ。ほんと、ヒューガくんらしいわね。